はようございます。ですね、只見荘の工事の方も追い込みになってきてますけれども、今日はですね、滋賀県からですね、宮内チームの人たちがですね、応援に来てくれてるということで、朝で、ちょっと宿舎の方に泊まってもらって、私もですね、一緒に乗せてもらって、出勤しております。なんか重役出勤でいい感じですね。はい、ありがとうございます。なかなかこうやって車の中の景色を撮れるっていうのもね、重役出勤ならではでございます。はい、こう普段撮れない車窓風景とかもね、こうやって撮れるわけなんですけども、いろいろあれを見なきゃって思ってることを忘れてまして、ちょっとね、事務作業をしておりました。はい、現場に着きましてですね、もうちょっと作業はもう10時まで始まってるんですけど、こう借りておいた駐車場ですね、もうここね、もういっぱいになってきてですね、なかなかまたこれ、水道屋さんとか来たらもういっぱいになってるんですね、今日はね、ガス工事が昨日に引き続き、今日は撤去工事ということで、旧配管をですね、違うところから入ってきて撤去するということなんで、これはですね、全くうちには関係ない工事ということで、でもなんとかね、昔風見荘に関係してたわけなので、なんとなくご近所の様に申し訳ない感じもしたりもするんですけれども、そんなことで頑張ってもらってます。はい、中はもう数えるのが恐ろしいぐらいの大工さんが入ってくれてますね。はい、ガス工事がですね、入ってて、歩行者通路なんてね、ちゃんと安全確保してやってもらってます。はい、そっちでガスのね、給湯器の器具付けということでやってもらってます。今日なんとですね、現場職人さんがですね、11人入ってるんですけどもですね、後でこれきっと思い返しても10人しか名前がきっと思い返せないとか、そういうオチかもしれませんね。はい、本当にありがたいことですけどもね、なんとか現場が収まってきますけど、すごいかなり、カオスな状態になってます。壁を切って貼る人、窓枠を加工する人、床を張ってくれる人、階段職人、雑仕事一般、シラボ窓枠職人、いいとかを入れてくれてます。本当にいろいろ街の景色もね、変わっていく感じですね。まさかこの風水の中で、ね、8人の大工が仕事してるなんて、誰も思わないことでしょう。前にもね、カフェが開業するようですね、間もなく。はい、こっちね、鉄筋のね、地中張りの基礎がね、徐々にできて、順番に組んでいっております。はい、頑張ってくれてます。荒木さん、ありがとうございます。ちょっとすいません、作業場に戻りますので、すいません、お願いします。はい、この方も来ていただきました、ありがとうございます。当時のアルバイトというかボランティアだそうです。ありがとうございます。本当に YouTuber だ。バンマルお月様ですね、仰ぎながら、材料をですね、今作業部で作っておりますけども、リアウス隊の女子2人が、削ってくれてますね。私ここでね、完璧してるだけ楽でとかっていうわけじゃなくて、まあ、手伝っておるんですけれども、3人よりもね、あっという間にバタバタと材料が、できるのでありがたい話です。今あれが削れてきたら、あれをまたちょっと斜めに引き割るという作業を、したいと思います。3人よりはね、文字の知恵とかなんとか言いますけれどもね、文字はちょっとね、危ないことになってますけれどもね、おかげさまで作業が早く終わりました。
ありがとうございました。明日これで、日本バイオバイルを持っていける感じですね。はい、ありがとうございました。